ご視聴ありがとうございます。ハレリアの大塚渡です。はい、ハレリアの報告です。はい、それ今回ですね、プロマジックを揺るがすとても大きな変更がありました。ありましたね。はい、なんとですね、賞金総額11億円の e スポーツプログラムをウィザーズが発表と。11億円わー、そうですね。11億ってどのぐらいですか？11億ってね、だって、1億円って積み重ねると、俺見たことはないんだけど、1メートルぐらいになるらしいんですよ。1メートルね。では11億円って言ったら、その11倍。11メートル。11メートル。11メートルって11メートルは、だいたいね、メスのキリンが4メートルぐらい。だから、その2頭半ぐらい。キリン2頭半。はい、というわけで、e スポーツプログラムなんですよ、その11億円の。11億円ね。はい、まずですね、その一つがですね、マジックプロリーグと呼ばれるもので、はい、こちらですね、世界中から一流のマジッププレイヤー32名を集めて、まあ、ワンシーズンかけて毎週マジックアリーナで試合を行うというものになるそうです。毎週ね、はい、プロが対戦するなかなかない。これまでそんなのなかったよね。そうそう、もしかしたら、ね、野球中継みたいにバン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 やるかもしれない。毎日やってるかも。だとしたらさ、はい、友達と集まって見るとかめちゃくちゃ楽しそうだよね。そうだね、やっぱり日本の選手が出たらかなり熱い感じになるかなと思います。はい、でこのですね、マジックプロリーグなんですけど、リーグの参加者には報酬金として7万5000ドルがですね、シーズン中にもらえるということで、7万5000ドルって日本円にすると7万5000ドルは換算すると、日本円で換算するとまあすごい、すごい、そうですすごい、まあ、いっぱいいっぱい、はい、マジね、そう、やっぱね、そう、20を超える足し算としてたら分かんないけどそう、あのね、7万5000とか言われても7万5000ってね、マジックに存在しないですし、双子コンボ決まった時に調子乗って言うぐらいしか言えないから。7万5000回繰り返しますアタック7万5000点まあですね、こんなあのリーグの参加者なんですけど、まあ、プレイヤーと配信者の皆様と契約を結ぶという内容からですね、一概に現在のトッププロだけが参加するわけではなさそう、まあ、配信者の皆様とも書いてあるんで、まあ、今ですね、アリーナでとても有名なプレイヤーとかが選ばれるかもしれないという感じになってます。誰が呼ばれるのかはもうね、うん、お楽しみにという感じですよね。はい、というわけでこれが、まあ、まずマジックプロリーグということで、うん、まあ、他にはですね、プロツアーの変更があって、これがですね、プロツアーと呼ばれていたイベントがですね、名前を変えてミシックチャンピオンシップという名前に。シミックシミックシミックチャンピオンシップね。はい、 MTG アリーナとリアルのマジック対戦両方で行われるイベントになるということで、まあ、そこで獲得したポイントも先ほど説明したプロリーグの順位に影響するということですね。まあ、家でマジックアリーナをプレイしていたら、うん、プロへの、まあちょっとね、そのプロと僕らの垣根がちょっと減るような感じはするよ、ね、アリーナの延長戦に、まあ、プロがおるんや。そうで、しかもこのですね、ミシックチャンピオンシップは賞金が参加者全員に配られるということで、うん、というわけでですね、まあアリーナこれからかなり押していく。アリーナが今熱いですね。そうで、アリーナやりとく、アリーナやりとく。まあでもリアルのマジックは、まあ、コミュニケーションがあるんで、うん、やっぱね、そのコミュニケーションを通してマジックを通してですね、まあ、友達がどんどんできていくと思うんですよね、リアルのマジックでも。確かに、はい、だからこれの動画見てる人で、まあ、まだマジックやったことないんだよね、ハードル高くてみたいな人はぜひアリーナからね、うん、入ってで、お近くのカードショップでプレイヤーのね、友達とかできたら多分アリーナの話とかできてね、楽しいと思うんですよね、はい、まあ、そんな感じでね、やっぱ、はい、アリーナを、まあ、窓口にして、まあ、マジック始めてくれる人が増えたら、うん、僕らは結構嬉しいですよね。マジック仲間が増える。そうですね。はい。ハッピー。ハッピー。ハッピー。まあ、詳細については今後も発表があるようなので、まだまだ目が離せないという。目が離せないですね。はい。というわけで今回の変更について簡単にお伝えさせていただきました。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。